昨日はね、いっぱい食べ過ぎたからね、いっぱい食べ過ぎたっていうか、なんか、まあ、いっぱい食べたんですけど、昨日。はい、今日はね、なんか食べる暇がなくて全然食べてない。来年成人式、そうです、来年。いや、なんかそう、今日はなんだっけ、まず起きたのが遅かったの。なんか気づいたら10時過ぎてて、起きたらそう10時過ぎてて、ありゃと思って、そう久しぶりにそんな寝たのね。でそこからなんかいろいろ、あ、お風呂入ったの、まず。そう、夜一回入ったんだけど、お風呂入りたいなと思ってお風呂入って、でその後コンビニで朝ごはん買って、そうで、とりあえずヨーグルトを食べようと思ってヨーグルト食べたのね。でその後1時間経ってから、くらい経ってから、なんかサラダみたいの、サラダっていうか、なんかそんなにヒカが好きな枝豆とかブロッコリーとか、じゃがいもとかタコ入ったなんかサラダっていうか、 なんだろうね、なんかカップのなんかみたいなを食べて、そう、それから食べてないそう、レッスンの合間にあんまりお腹空いてなかったから、レッスンの合間にじゃあちょっとおにぎり買ったし食べようと思ってたんだけど、そんな暇もなく、そう、明日食べよう、だからそのおにぎりは、はい、ね、今日成人ですね、おめでとうございます。今ね、ヨーグルトないんです朝食べちゃったからないんです。持ってるのはひじき。そしてね、6時以降はあんまり食べないっていう、そういうルールにしててね。まあもちろん食べる日もありますよ、昨日みたいなね、あ、食べたいっていう日は食べるけど、基本的には食べない、決めてて、ね、よう持つね。いや、昨日ね、いっぱい食べたからだと思う。そう、うん、あんまりお腹空かなくって、こんばんは。ねえ、今日成人ですね。新成人の皆さんおめでとうございます。新成人の方いるかな、この配信見てるかな、おめでとうございます。私もね、ついに来年成人になります。え、来年、びっくり、20歳、信じられない本当に思ってるイスタ、ありがとうございます。まあツイッターとかもね、ちょっとエゴサしてたら、まあまあまあ、なんかねっていうコメントもあったけど、そのまあもちろん8だけなんですね今。そう、次の新成人、今 AKB48 にそういる中ではね、 8のその同期じゃなかったわ、その同い年組5人しかいないんですね、その新成人が。そう、まあ、それに関してなんかちょっといろいろ見たけど、まあまあまあ頑張りましょう。まあでもなんかその17期の子がね入ってきたら、多分同い年の子もいそうだし、まあどうなるんでしょうね。こんばんは。来年20歳に見えないです。あー、最近分かれるね。うん、なんか結構分かれる最近意見。なんか見えないねって言ってくださる方もいれば、あー、なんか大人っぽいねって言ってくださる方もいるし、なんか髪の毛の色を変え始めたからね、結局そこがね、なんか分かれるようになった。喋ったらもう子供なんですけど喋り方とかね、もう見てたら多分子供なんですけど。いやー、眠たいね、お目目がシパシパするぜ。こんばんは、初見さん、ありがとうございますね。ひかは将来何色の着物振り袖を着ようか。そうねー、迷っちゃうね。まあその時のね、今からね、その時の髪色の計画を立ててるの。そう、もうあんまりブリーチをしたくない。でもするならばやっぱり成人式前とか、なんかそう大事な時の前にしたいじゃん。で極力
それに合わせて、そうだからどうしようと、どのタイミングでブリーチもしするって、色変えるってなったらね、そうしもしね必要ならばするのか、それともこのまま入れられる色でいくのか、黒系、黒とか茶色系でいくのかね。長さ伸ばすよ今のところは。伸ばしか、多分すごいショートになることは多分というかもうほぼほぼ確率的にゼロに近いんで、まあボブか長いのかどっち、ハマロンが着たフリソルとかもあるのかな、ないんじゃない、聞いたことない、多分ないと思う。前撮りもするつもりないし。こんばんは。あるの聞いたことないから、そうなんかみんなね今ぐらいが好きって言ってくれるんだけど、結構メンバーにもね言われたんですけど、伸ばすつもりなんだなこれがごめんねみんな、伸ばすんだ、ポニーテールがしたい、ポニーテールが私はしたいんだ。まあポニーテールしてね気が済んだら、切ろうっていう風にするかもしれないけど。ゲストありがとうございます。そうポニーテールさせてくれ、ごめんみんな、ごめんね。高めのポニーテールがしたいんだ私は。こんばんは。ギフトありがとうございます。なんか目が開いてない。ツインテール、まあいいよ別に、その時の日かの気分が、まあどこまでなんか何年でどこまで伸びるかとかわかんないから、そうその伸びてその時によるかな、そうその時何歳かとかによる高めのポニーちゃんもしきしき、こんばんは、こんばんは。そう本当に高めのポニーがしたくて今ずっと伸ばしてるんです私。うん、なんか今日イケメンに見える、本当まとめてるからこんな感じ。そうとりあえずポニーするの。髪の毛は元の黒髪戻すことはありますか？ないです。黒、今のところは黒髪にする予定はないです。まあ黒っぽくはしても、そう黒っぽくはしてもなんかちょっと紫入ってるとか、ちょっと青っぽく青が入ってるとか、そういうのならもしかしたらなんかね髪の痛み具合とか見てするかもしれないけど、基本的には何、ほんと地毛の黒とかに戻すことはないです。うんうん、かな。そういえばセナタンがヒカルと仲良くなりたいみたい、でも人見知りだから困ってるみたい。ヒカもなの？ほんとにね、めっちゃセナタンと仲良くなりたいの。でもなんかお互いにさ人見知りじゃんってなったら、なんか誰かに仲を取り持ってもらわないとってなっちゃうんだけど、でもなんかそれだとなんかやっぱりまたよそよそしくなっちゃうやん。だからどうしようと思って、こんばんは。そうずっとね、しかもねセナタンとすごいお話ししたいし、なんならねなんか2人でご飯ご飯のかな本当に行きたい、本当に行きたくて。そうハッツにもね少し言ってんの、セナタンと仲良くなりたいんだよねってすごい話したいんだよねって言ってんだけど、そ自分から行けないんだ。そうなったらさ、なんかお互いに行かないから、そう人見知りなんです。めっちゃ人見知り。こんばんは。そうこの前楽屋で、まあ今ヒカルンさんって呼ばれてるみたいで、
そう呼ばれてて、なんか生誕の時にね、セナタも出てくれたから、なんか写真撮ってくださいって言ってくれたんで、その時にヒカルンさん写真撮ってくださいって言われたのね。それ私何を勘違いしたか、平野さん写真撮ってくださいって言われたのに聞こえて、え待って平野さんって呼んでる、え光る、ええってなって、そんなよそよそしいのってなっちゃって、そうそしたら、いや光るさんって言いましたってなって、そうよかったと思って本当にちょっと平野さんって呼ばれてたらそんな距離あるんだと思ったんだけど、そう、まあ、光るそれはねちょっと勘違いだった、光がそう聞こえちゃっただけでよかったと思って。でもね、ぜひヒカルンかヒカとか、なんかセナタンの方がね年上なんだよね。ギフトありがとうございます。そう年上だから全然本当にもう馴れ馴れしく、ほんと馴れ馴れしくしてくれていいの、むしろしてほしいくらい本当にぜひなんか仲良くなれたらなって。えヒカはねセナタンって言ってる。そうセナタンは別に平野さんって言ったわけじゃないよ。そうヒカがただただ平野さんって聞き間違えただけで、セナタンはヒカルンさんってちゃんと言ってくれてたの。そうねごめんね聞き間違えて、セナタンどっちが先輩なの。一応ヒカかな、だよね多分ヒカなの。でも全然そんな別その後輩先輩後輩そんなめちゃめちゃ気にしないんで、ヒカはそう仲良くなりたい。ぜひよろしくお願いします。セナタンの方が年上だしね。セナタンすごい童顔だけどね。そうだから今日セナタン成人でしょ、おめでとうセナタン。そうこんばんは。そうでしょ、なんか不思議だな、不思議な感じがした。なんかセナタン本当になんか童顔じゃん。だから写真だけ見た時に年下の子かなと思ってたの。そしたらなんか年上で、全然なんかその童顔なのは変わんないから、あなんか今日写真見て、あそっかセナタンも成人かと思って、そうなんか可愛いなと思って、可愛いなって言うとすごい上から目線になっちゃうけど、そうあ可愛いと思って、そうヒカも一応童顔のはずなんだけどねそう顔だけ見たら童顔とは言われます。そこはねお父ちゃんに言いました。お父ちゃんがね童顔なんです。お母ちゃんに似てたら大人っぽくなってくな、どっちかっていうと。そうお母ちゃん言ってた、昔からちょっと老けて見られるって。今はねなんか髪の毛とかさ、髪型とかその髪の毛の色でね大人っぽくちょっと見えるかもしれないけど、そうまあなんかようやくね、なんかその今の年になると若くなんか見られるのかな、なんかまあそんな顔は昔からあんまり変わんないか、まああんまり変わんないって言うとあれだけど、そう大人っぽいのがなんかそのまあ結構とまあ年よね、お兄ちゃんがもう24かなぐらいだから、まあもういいお年で、そうだからね、そうねいいお年なので、やっとなんかそのようやく若く、なんかもうちょっと年が上がったね若く見られる感じになるんじゃない、なんかと見てみないと分かんないけど。こんばんは、ひにわひかるんたち5人だよ。17期の子がいたら違うよ。うん17期ね、何歳の子が入ってくるか分かんないからね。うん
ん、初見さん、こんばんは。いえ、ありがとうございます。ね、足臭い、ごめん。頑張った証拠、頑張った証拠、許して。なんかすごい気になっちゃった。自分でついついなんかもう言っちゃったよ、臭くて。頑張ってレッスンした証拠だよ。汗はね、なんかめっちゃかくわけじゃない。え、ひかさ、なんかすごいみんなにいいねって言われるのが、汗がね顔にかかないんです、基本的に。まあ、昔はね顔にかくこともあったんですけど、最近は特にあの顔に汗をかかなくなって、そう、多少ねここら辺は汗かいたりはするけど、髪の毛とか崩れないんですね。そうで、体とかにはかくんですよ、ちゃんと。なんかすごいいいねって言われるんだけど、そのせいか足が足が、いや、アイドルの足は臭くない、ストロベリーの香り、違う、フローラルにしとこう、フローラルの香りね。そう、芸能人向きって言います、なんか芸能人向きっていうか、その芸能人層って言いますよね。すごい嬉しかった。だから足に書くの？なんか足に書いてるなとかは感じたことないけど、まあ書いてるから臭いんだろうね。ちょっと靴にもシュッシュしとこう、今日。こんばんは。足に別サブリーズはしなくていい。足はちゃんとね、お風呂入って洗うから。そう。お風呂入るから、この後。まだ入ってないのです。香水はつけるの？ああ、つけますよ。たまに。めちゃめちゃいつもつけてるとかではないけど、あ、なんか今日ちょっとつけたい気分だなっていう時にちょいちょいってつけて。なんか金木犀の香り好きだからさ、金木犀の香りの香水が欲しいな。香り本当になんか何好きって言われると、もちろんねラベンダーとかいろんなのあると思うんですけど、一番やっぱり金木犀が好きなんですね。そう、一回なんかミッサーが持ってたんだよね、金木犀の香水。いいなーと思って。ギフトありがとうございます。金木犀がだから好き。家にもね金木犀の木があって、その季節になるとね、なんか私のあの地域では結構金木犀の木が家にあることが多くて、そう、結構だからいろんなとこで金木犀見るんですけど、金木犀いい匂いなんです、大好き。そう、金木犀がおる頃だるね。そう、お花もねちっちゃくて可愛いんです、オレンジ色の。もちろん東京でもそれはあると思うよあると思うんだけど、そう、私の地域はね特になんか多い感じがするなと思って、いろんなところからだから金木犀の香り。成人式のニュースやってる。いいね。いいね、振り袖。こんばんは。
同窓会か。いいね、楽しそう、みんな。おお、やってんね、バンジージャンプ、これ。いいなバンジージャンプしてるわ。なんなら炭治郎いるじゃんいいね。もしちょっと、あ、ネズコもじゃん。あ、飛んだ、ネズコ、ネズコ、ネズコ飛んだよ。なんだあれは、トラ？ティガ？こんばんは。ね。すごいね。ひかるも来年バンジー飛ぶ？いや、バンジー飛びたい、なんか振り袖で飛びたいとは思わない。そう、成人、新成人で飛びたいとは思わない。でも普通にお仕事でもプライベートでも何でもいいから、そう、やりたい。もうテレビ来たらどうする？え、どうするって、やりたいからやるよ。どうするも何もやりますよ。だって自分がやりたいって言ってお仕事持ってきて、そうやってね、バンジー やりませんかみたいな、そういう企画があったらさ、え、なんか自分が言ったのにね、やりたいもん、やるよ。やるさやるさ。ありがとうございます。カルの振り袖姿ってめっちゃ綺麗やろな。嬉しい。じゃあちょっと来年楽しみにしてください。バンジーとお化け屋敷ならどちらを選ぶ？バンジー。うん、バンジー。お化け屋敷も入ったことないけどね。うん、ここで飛べなかったら伝説になるよ。いや、別にそんな飛べない伝説はいらない飛べない伝説はいらないよ。やっぱり飛んでこそじゃない？まあ行ってみないと結局は分かんないし、そう、こんな威勢のいいこと言って飛べなかったらすごい恥ずかしいけど、やっぱり飛んでね、ちゃんと飛んでやりたいね。感想が口の。こんばんは。バンジーはすぐに飛んでも飛べなくてもダメだからな、番組的には。別に何でもよくない？いや、わかるよ、なんか番組的にっていうのはあるけど、でもみんながみんなみんなさ、泣いて、え、嫌です、え、飛びたくないって泣きながら飛ぶのもさ、面白くなくないそれはそれで面白くなくない？みんな一緒じゃあさ、ヒカは飛びたいもん普通に。だから飛べるってなったら飛ぶよ。うん、まあもちろんね、その展開はね、よくあるしね、なんかそれが受ける、受けがいいのかもしれないけど、私は飛びたい、普通に。こんばんは。スカイダイビングもね、やりたい。
そう、スカイダイビングもやりたいけど、なんかそういうのってめっちゃお金かかりそうだ。スカイダイビングなんてさ、あれでしょ、一緒に飛んでくれる人もいるっしょ、多分一人じゃあれだし、でプラス上空まで行かなきゃいけないから、ね、きっとやりたいけれどもって感じ。バラエティ的にどうするか、でも同じ絵見てても面白くなくないって思っちゃうけど、まあね、それはね、ヒカが決めることじゃないもんね。でも自由にやりたいよね、ありのまま。あさりと分野、それもどうかわかんない。結局さ、行ってみないとわかんないっていう、そう感じなんだ。だから、そう、なんかもしかしたら行ってみて、ビビリが出て、あ、やっぱやめますみたいな、飛びたくないってなるかもしれないし、もしかしたらよし飛ぶっつって、すぐバーン行くかもしれないし、本当に行ってみないとかな。だから、ね、ぜひさせてください。やりたいです。できたらいいな。こんばんは。こんばんは。いや、眠くないの？眠いよ、普通に。眠いけれども。ギフトありがとうございます。小槌だ。そっか、なんかギフト書いてあったね。新成人の。何か、なんだっけ、成人ギフト、成人の日ギフトか。あら、かわいい。あ、ギフトありがとうございます。明日もいつの日のレッスンやるの？やるよ。明日はね、ゆっくりじゃない、少し早め。終わるのはね、早いんですけど。ギフトありがとうございます。明日は何時起きかな。まあ準備も含め6時半か6時には起きたい。なんかこれで釣られました。やった、釣っちゃった。いらっしゃいませ。ようこそ光のルームへ。嬉しいな。また公演見に来てね。そして配信も見に来てね。明日はそうね、その6時半には起きたいな。6時半だね。6時半に起きよう。よし。ひかりちゃん成人、違うよ。今18で、次、まあ今年ってか、まあ今月19になるので、
そう、19になるので来年です。そう、来年。もうさ、一回さ、すごいびっくりしたことがあって、なんか仕事の日だっけな、なんか別にめちゃめちゃ朝早い仕事の日とか、あ、違う、朝早かったのかな、仕事の日かな、なんか朝パッて目覚めて見たら、まあ、時間はね大丈夫だったんだけど、携帯がつかなくって、あれと思ってめちゃめちゃやったら電源切れてたみたいで、その電池が切れてたみたいで怖っと思って、それがさ、もしならなくって、でずっと寝てたらさ、仕事に遅れてたかもしれないと思ったらマジで怖くて、ちゃんと充電するようにしようって思った。そうしかね、直前まで充電しないのよ本当に、なるべく家とかにいると特にね。なんか新幹線とか乗ってる時は割とすぐ歩いてて使えなくなると困るからと思ってピッ入れるんだけど、いや普通充電ケーブル抜けてたとかじゃなくて、充電しなくても朝まで持つでしょみたいなテンションだった。そう、こんばんは。そう、そしたらね、持たなかった朝充電しようとか思ってたら全然持たなかったね。ひかるさん、ハマちゃんより年下なんや、びっくらぽん。そう、年下です。ハマちゃんも童顔だからね、すごい可愛いお顔してるよね。ハマちゃんはなんだろう、なんかちょっと赤ちゃんみたいな、なんだろうね、赤ちゃんみたいって言うとすごい失礼かもしれないけど、なんか可愛いんですよ。そう、ポータブル充電、ごめんなさい、ちょっとポータブル充電とはポータブル充電とはすいません、ちょっとそういうね、専門でもないのかもしれないけど、そういう系のことちょっとこう存じではなくてですね初見さんありがとうございます、こんばんは。あ、持ち運び充電、はいはいはい、あのため充のことね、あのヒカルンルームではね、ちょっとため充と呼んでるんでヒカルンルームではというか、もうヒカの私の中ではもうため充なので、来年成人式、そう来年成人式、今日ね差し入れでね、いただいた、あ、これがお稲荷さんだ。そう、ため重っていうの、黒い、あ、黒いと思ったらほこりついてただけだった。そう、ため重、なんかね、ひなのんがね、ため重って言ったの。ひかなんだっけ、あ、ひかね、予備充電って言ってたの。そう、あ、初見さんこんばんは。そう、予備充電って言ってたのが、ひなのんがね、なんかそのため重ため重って言ってて、なんかそれが映っちゃった。そう、それからため重、全然若い子とかじゃないと思う、別に普通になんかだろうね、なんか正式名を知らないから。そう、こんばんは。あ、予備充じゃない、予備充電、そう、予備充は略さなかった、予備充電。さんのパフォーマンスっての柔らかい表情が女神に見えます。女神だって、ありがとう。もうちょっとね、神様になっちゃった神様になっちゃったまたね、出てたらぜひその柔らかい女神のような表情でいきたいと思います。
号号のコメントで元気出てくれたら嬉しいっす。はい、あれしてくれたってことかな、してくれちゃってことかな。ようやく会えたね。あ、してくれてたね。うん、そう、なんかすごい嬉しかったこれ、ね、たまにしてくれるよねコメント、ありがとう。うん、めっちゃ嬉しかった。え、そう、あのなんかね、あの公演のを見て、そう、結構コメントくれた、755でね、長文のコメントくれた方とかも いてめちゃめちゃ嬉しかったです、ありがとうございました。あ、生誕公演で気になってフォローさせていただきました。めちゃ美人さんですね、 ありがとうございます。でもね、照明効果照明効果はい、ありがとうございます。嬉しいな、そうやってね、公演見てきたよとかさ、あの声良かったよってそうコメントくれてありがとうございます。そんなさ、ナイスと引用してくれるの嬉しいです。いや、なんかあの昔さ、やっぱりさ、なんか偏ってるみたいな、そのコメント返し、まあ、ひかはね、そんなつもりないけど、やっぱりなんかこの人ばっかりみたいなことがを言われたことがあったから、なんかなるべく、もちろんね、返せる、あのその返せるコメントか返せないコメントかとか、返しやすい返しにちょっとこれ言えないなとかさあるから、まあ、そこでね多少差は出るけど、なるべくそう、あの返したいなと思った結果、おはようも返しています。個人的には光のデモデモとか聞きたいです。一回っていうか、あの一時公演でやりましたね。はい、好き、ヒカ好きなんです。でもでも、そうだから踊れるの、少し多分ね、振り向い見たらね踊れるよ。うん、ウィンクしてこれ見てね、よかったら。傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない。でもでもの涙は濃いよ、どっちだっけ。新鮮味、なに、そんなしコメントに新鮮味、え、全然新鮮味ない、ない、え、ない、え、ないって、そんな、そ、新鮮、その新鮮、え、別に新鮮、コメントくれるだけで嬉しいって全然普通に嬉しいよ。そう、そう、手の甲が、甲がね、正面なんです。でもでものペア誰が送った、誰だろう、公演の時ちょっと誰だっけ相手。なんかその公演4人でやってて、そう、本当はあの2人曲じゃないですか、そのあの22でね、ステージ上でやってて、そう、誰だっけ、ごめん、そこまでね、そう覚えてないんだけど、うん、ね、すごい好きだったから、かっこいいよねこれ。
昨日のねレッスンで来てたんだけど全然使わなかった。ペアユニットでは一番好きかも。あ、本当？ヒカはねハートの独占権とか好きなんだよね。まあこれ好きになったのは本当にあのユーナさんがやってて、いや超絶可愛すぎて、あやりたいと思ったんだけど、そう他にもいろんな曲あるからね。コンサートの髪型も楽しみだ。まだね決めてないの。まあファッションショーもあるから、平野さん今までノーマークだったの後悔してます。もっと早く見つけたかった。全然今からでも遅くない遅くない。今からぜひ光る推しになってください。うん、まあセンターさんの時より髪の色明るくなった感じする。正解。え、そう、なんかねピンクシャンプーを使えば使うほど染まるんですよ。私っていうか、まあなんかそういうあの商品なんですけど、今日だからスタッフさんにも「あれ髪の毛すごいピンクだね」って言われて「あはい」あ、そうなんです、シャンプー使ったらピンクに染まってきた」っていう話をねしてました。やっぱり入るところとね入らないところがあって、なんかそのここのねここら辺とかすごいピンクになるの。わかるかな、まあ、わかるよね、多分見えるよね。そう、もうなんか普通にしててもピンクなんだけど、そうだからここのね毛先とか、やっぱり上の方はね茶色だからなかなか入んなくてね変わんない。そうでもね、ヒカはねもうがっつりピンクにしたかったから嬉しいんです、そのピンクになってくる。なんか特にここの横毛とかがね入りやすいんです。ここら辺のね、そうやっぱり中はね茶色だったんでなかなかなんですけど、そうここら辺とかがね表面入りやすくて、頭のてっぺんは生えにくいというか、なんかもともと染まってないから、そのあれですね、染めてない、何あのシルバーでグラデーションにしたじゃん、そう黒からちょっとシルバーにしてたら、なんかその金髪の時もここ茶色のグラデーションになってたじゃん、茶色からちょっと金髪になってたのが、それがね今回ブリーチしてないからそのまま残してて、そうその部分がね茶色になって、そうだからそのなかなかやっぱり茶色にピンクって見えないじゃん入っても、そうだから全然見えないよっていうだけ。なんかてっぺんがあっていうより普通になんかブリーチとかしてないしピンクの色が入りづらいよっていうだけ。そう茶色だから入りづらいよっていうだけかな。そう髪はねだいぶ伸びた。ポニーはできるし、まあ、やっぱり短い毛は出てきちゃうから。タコメツインはできないかな。今日さ、ミステリーという勿れやってたじゃん。めっちゃ見たかったんだよね。あれさ、ヒコさ、漫画を一回読んでさ、すごい見たくて。色はほぼ均等に入ってるってこと？いや、入ってないってこと。入ってないってことですね。はい。だから茶色になってるんです。なんていうんやろ。まあ、この、もともとそのグラデーションしてちょっと暗かった、この、まあ、ここからだんだん汁、あの、金髪になってたんで、この部分は、まあ、もうブリーチもしてないからピンクに染まることは基本的にはない。
そう、その黒を頑張って茶色にしてるから。そうだからまあ入らないよね。でもピン、あの茶色にピンク入れてもね、まあ見えないしって感じ でそこから金髪だった部分にピンクが入って、そうって感じかな。なんか多分ね、ここにちゃんと入れるってなったら一回ブリーチしなきゃいけないと思う、根元。でも根元するとさ、あの髪の毛切れちゃうから、今ちょっといざっていう時か本当にもうどうしてもどうしようもなく、そうしたくなった時にしかしないって決めてる。今ねもうピンクでそうやってるから。ピンク系って結構人気なのかな。人気だと思う、すごい。いきなり紫よりいいかと。いや、わかんないよ。しちゃう。いや、でも考えたことある。ちょっと紫しようかなと思ってた。ギフトありがとうございます。こんばんは。そう、ミステリーという中でちょっとぜひ見て。漫画マジで面白くて。そう、今なんか漫画欲しいんだよね、ミステリーという中で。買ってないんだけど。そう、ずっと欲しいなと思いつつ買ってなくて。またしばらくピンクがいいな。あ、しばらくピンクだよ。ひかね、やっぱり髪の毛って結構あのカラーもブリーチもお金かかるんですね。すごい結構な料金するんで、黒が伸びてきてもうやばいなって思った時にしか買えないそう、ケアとかは、まあ、自分で、クリームとかオイル買ってやってるけど、そう基本的には。だからね、なんか黒が伸びてくると、あーどうしようかな次の、あの髪色っていう考える感じ。そう結構ねするよね。そう、それ毎月毎月、まあ、月に 2,3 回だから。結構髪色を変える子いるじゃん、なんかすごいなと思う。だからブリーチしたらね、まあ場所にもよるけど1万は普通に超えちゃうんだ。東京だとまあ2万とかするんじゃないかな、あのブリーチカラーで。すごいよね、大変だ。まあでもこれはね、もうブリーチしたらもう仕方ないことだから、それを覚悟を決めてやってるから。成人式ピンクの髪色でピンクの着物着てほしい。あーごめん、言っていい？ちょっとピンクにするつもりないんだよね着物そう今のところ、あのピンク限りなくない、そう可能性はほぼほぼゼロ。ピンク考えたことない。やっても赤かな。でも赤って多そうだから、そうごめん、本当に本当にごめんね、限りなくゼロに近いわ。いや黒もないかな。まあ可愛いと思うけど黒も。ヒカが今のところやりたいなって思ってるのは黄緑。気が変わらなければ、だから黄緑系かなと思って。そう、なんか地元でのお店で見たその黄緑だって黄緑のあの着物が黄緑の着物と、あ、黄緑と着物が混ざってた黄緑の着物がすごい可愛くて、そうちょっと黄色みが強い黄緑、そうめっちゃ可愛くて、あこれ着たいって思っちゃったんだよね。でそこからいろんなの見てるけど、それが結構変わんなくって、ずっとあこれがいいみたいな。そう髪は緑色にはしないけど、でも全然さ、ピンクに黄緑とかでも可愛いじゃん。そう普通に可愛いと思う。まあ分かんないけどね、結局その時になってみないと黄緑はやばいだから今のところそう黄緑ってなってる。まあいろんなものを見て、ネットとかでもちょっと見てみて、あこの色いいなとかさ、こういう柄いいなとかね。なんか今日ね、ちょっと本当に、あのもちろんね、新成人のね、AKB の新成人のみんなすごい可愛かったんだけど、私特に、スタオちゃん、めっ
ちゃ綺麗と思って、あの言っちゃえば私のドタイプすごいちょっとあの言っちゃうとあれだけど、すごいあのドタイプだったんですね。私超綺麗だと思う。そう、みんなもちろん綺麗だったんですけど、その中で特に下尾ちゃんが私の好み、もう顔、お顔も綺麗で着物もすっごいかあの綺麗だったの、めっちゃ良くて、だからなんか白もいいなって思っちゃう。自分がね、あの下尾ちゃんがすごい可愛かったから、なんか自分に似合うとかではないけど、そう絶対に白が似合うみたいな感じじゃないけど、そう、あ白もいいなって思っちゃうくらい本当に好きだったの。もう恋してる女の子並みにマジで本当下尾ちゃんやばい可愛いと思っちゃった。そう、そう、たまにね、あの似てるって言ってくださるんでね、本当に嬉しいんですけど、うん、なんかねちょっとなんかいろいろ揺らいでる、揺らいでいくんだろうなこれから、いろいろね、あ白もいい、あでもやっぱり黄緑も、あでも赤も捨てがたいみたいなね。そう、そういう風にねなっちゃうんだろうなと思って、えそう本当に本当に、ね、恋しちゃうんじゃないかってくらい、多分あの私が男性だった場合もう一目惚れっていうくらい本当にあの好みだ。地元はね、なんかあの行くつもりなくて、今のところ成人式もうもちろんね、多分親世代、まあお母ちゃんもね、なんか全然行ったらいいと思う、せっかくだしって、あの一生に一度のものじゃんって言うけど、そうヒカはやっぱり仲いい子もそんないないし、うん、だからなんかあんまりきっとヒカがね親の立場になったら、いや行っといた方がいいよって言うんだろうけど、でも今この年にしたらあんまり行きたいって思わなくて、仲いい子がいないんですよね、その喋れる感じもしないし、うん、行くつもりなくって、だから今のところ、うん、今のところね、まあ、やっぱりあの行った方がいいなっていうのは自分でも思ってるからまだ悩んでるけど、今のところ行くつもりないから、だから振り袖も着ることないんだろうね。前撮りもしないんです私、はい、しないって決めてるからね。なんか多分 AKB が、そう AKB で初めて多分着物着るになるかなと思って、そうそうなの、全然ヒカはなんだろう、お友達って言ったら本当に AKB メンバーだからね、同期、まあもちろんサヤリンもそうだし、まあピョンちゃんとか同い年の子たちとか、そうだからね、だから全然そっちで絶対楽しいと思うんだよね。ね、だからなんかどうしようかなって感じ。前撮りもね、なんかみんなするっぽかったけど、話聞いたら結構してる子多かったし、私のね精神はね AKB に捧げてるから。もともとね学校っていう場がそんな得意ではなかった、まあ勉強が嫌いなんだろうね。そう勉強があんまり好きじゃなかったから、なんか、まあ、友達もそんな多い方じゃないし、うん、なんか断然やっぱり AKB メンバー、まあ、みんなとねいる方が楽しくって、でステージに立つのが楽しくって、だから全然本当に AKB で成人式ができるならもうそれでハッピーかなって思ってる。うん、ね、
だから全然本当に AKB で成人式ができれば満足。私楽しみだね。なんか今から考えちゃうもん。ああ、ひか二十歳になったら、まあ二十歳っていうかもう成人式になったらね、どんな着物着てるかな、どんな髪色してるかな、どんな髪型にしようかな。今からやっぱりついついね考えちゃうよね。メンバーの鏡？そんなことないよ。うん。結構そう思ってる子多いと思う。しかも中学校の頃、まあ中3とか特にね、結構仕事、お仕事入れてもらってレッスンとかでこっちでねいることも多かったから、思ってる子も多いと思うな。いや本当に笑いが絶えないんですよ。今日もねついつい長話をしてきまして、めっちゃ笑う、本当にすごい笑うし、うん、話が尽きない。だからね楽しくって、ね、口の乾燥がすごい。口の乾が、そう、なんか学校ほんとなんかもう学校みたいな感じ。尊敬できる先輩がいて、仲いい友達がいて、可愛い後輩がいて、そうそうそう、もうなんか学校って感じ。そうそう、なんか友達の関係的なもんだよね。いやほんとに、うん、一生ものですよね。ね、もし私が、まあ、まだ予定はないけど卒業するってなった時も、なんかみんなとはなんか縁切りたくないなって。やっぱりひかはそんな LINE とか、あの自分からグイグイするタイプじゃないし、用事がある時しか連絡はしないからあれだけど、なんかそこ、そういうのであのあんまり会わなくなると か、 なんかご飯にあんまり行かなくなるっていうの嫌だなって思っちゃう。そう、なるちゃんとどんな話する？結構普通に昨日話したよ。なんかもうやばい、めっちゃ緊張するんですよみたいな、そう話したり、あとなんかあのダンス教えてもらったり、少し、そうちょっと地起こしだったので、公演は私あのレッスン参加できなくて、そう地起こしだったので教えてもらったり、うん、普通に話した。なんか MC 何話するとか、ファンとメイン切っちゃダメよ。いやそれはそうですよ、あのファンの方いなければね成り立たないですから、私は本当にね、みんなが私をアイドルに してくれた、なんか自分だけではならないじゃないですか。はい、自称アイドルですっていう分には全然いいけど、本当のやっぱりアイドルですってなるにはファンの方の応援があってね、こそだから切りたくないよ、切らないよ。みんなが切りたいって言っても絶対切らないからね、私は。なんかすごい束縛、めっちゃ束縛する人みたいだけど、切らないよ絶対に。ね。ギフトありがとうございます。みんながいてこそですよ本当に。約束ですか？約束ですよ、縁切らないで、寂しいから。ひかが悲しくなるわ。ちょっと鍵、カナさんこんばんは。新成人？違います、来年です。来年、
はい、かいかい。かい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 。こんばんは。よし、12時までやっちゃおう、せっかくなら。ね、12時までやって。配信終わろう。ね。これで言ってたヒカルンバンド、いやヒカルンバンドではないんだよ、みんないるからね、他にもね、規制予定はありますか、今のところないです。でもやっぱりなんかそうやってね、せっかくね、なんかバンドなんかそれぞれやりたいことがあって、なんかできそうならばしたいよね。なんかスタッフさんお願いしますって感じです。どっかのコンサートでなんかできたらいいなって。ヒカはね、本当に楽器はマジでちょっとからっきしなんで、本当にできない。楽譜も読めないし、あの手先がね全然器用じゃないみたいで、リコーダーとかも苦手で、ピアノも全然弾けなくって、そう、多分本当に、まあタンバリンとそりゃ叩くだけならできますさ、手だけならね、こっちこっちで、あの足と違うリズム取れって言われたらできないけど、そうそう、それだけならできるよ。でもなんかやっぱりそれだけじゃできないから。うん、でなんか他のはね、あのドラム、ギター、ベース、なんかしたいって言ってくれるメンバーがいるから、じゃあちょっと私もちょっと歌で頑張るかなみたいな。いや本当に楽器下手くそすぎてやばいよ。うん、楽譜読めないのはね特に致命的だね。全くなくその読めない、え、なんか何拍子だっけ、なんか何音とかあるじゃん、全然わからんの。昔から苦手だったね。ちょっとピアスね、この後お風呂入るんで忘れないうちに取っちゃおう。そうそう、つけてっちゃうとあれだからね。シボンプとか聞いたことあるけど、なんかどういうものなのかはわからない。なんか音楽のテストとか嫌いでした。意味わからんと思って意味わからんよ、勉強しながら、なんじゃこりゃ言うてなんか散々でしたよ。うん、ギフトありがとうございます。振り付けで拍とるでしょ、なんか1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8,3,2,3,4,4,2,3,4,2,3,4,うん、そんくらい。数先語もわかんない。そうだからね、うん、まあいいの、人にはね、あの得て増えてって言うんですか、あります。得意なこと苦手なことあります。まあでもね、ギターはやりたいけどね、一応家にあるし。そう、なんかぜひ誰か教えてください。はい、家にあるんでね、せっかくならねちょっと使ってみたいよね。こんばんは。うん、お母ちゃんはね、なんだっけな、クラリネットとかできるって言ってたかな、なんか吹奏楽部だったらしくて、なんかできるって言ってた。クラリネットあたりだった気がする、あんな形の。そう、
部屋に一応ねあるんです。だからぜひ、クラリネットとかオーボエの人は上品なイメージ。うん、別に上品じゃないって言うとあれだけど、別にそんな上品ってほど上品じゃないで普通。うん、カルン顎のライン綺麗だね。どこ、ここは初めて言われた。最近ね少し顔が落ち着いてきた。顔が落ち着いてきたって言うと変だけど、こうやってやった時は寝てるんです。こっちにお肉がやるから。こうやって普通にこうやってやった時はちょっとなくなるんです。あとね、影の力って偉大よね影の力って大切で、影あることによってお腹割れてるように見えるとかね、素晴らしい何の楽器に憧れる？まあやっぱりギターとドラムと、あとなんかルンちゃんを見てバイオリンっていいなと思った。そう、ルンちゃんの演奏とかを生で見て、うん、バイオリンやってみたいなって思ったことがある。そう、ピアノはちょっと本当に左手はちょっと使い物にならないんだ。私本当にダメ、左手で何かしてってちょっと本当にダメで、なんか結構練習しても無理で諦めたので、そこ。ね、バイオリンって難しいって言うよね。こんばんは。そう、だからね、左手でね、名前書いてくださいって言われるとめちゃめちゃ震えてる。なんか大丈夫ってなるくらい震えてる。もうなんか下手くそとかじゃないの、本当にやばいの。そう、ルンちゃんすごいよね。バイオリンってすごい難しいって言うじゃん。本当にすごいと思う。そう、生まれたての小鹿のように震えている。マジで書けない。今ちょっと書いてあげようか。ホテルの名前。もうちょっとで時間だよ、ね、あ、55分になっちゃった。これはひどいな。ほら、すごくない？本当にダメなの。左手だから本当にちょっとできなくて。あ、服をとかやる。うまい。嘘でしょ、ほんま。ということで、ちょっと一回ランキング読むね。13位イケちゃんさん、12位トシベビースターマンさん、10位、あ、間違えた、ごめんなさい、11位ナナタさん、10位ワッキーさん、9位ダブリューワイヤット影の守護神さん、8位バンちゃん、7位ヒデくんさん、6位サルキちゃんとヒカチューブさん、5位キヨシさん、4位谷口ひろきさん、3位カボちゃん、2位サトちゃん、1位カッキー焼き鳥連合オレンジか、10連休が終わって明日仕事憂鬱さん、仕事頑張ってください。はい、ありがとうございます。そしてギフトいきます。
ナナタさん、ゆうちゃんさん、サルキチさん、ウドさん、カッキーさん、サトちゃんです。ありがとうございます。はい、呼ばれてない方挙手でお願いします。ちょっとひ右手でも書くわ。カポちゃん、ですかね。ありがとうございます。これ見て、このさよすごいよね。同じ人が書いたとは思えない。はい、捨てます。光の日特徴あるよね。なんか習字してた時にこうやって習ったんだよね。そうそうそう、こうやって習って、なんかそれからずっとこう、うん、こんばんは。あー、ごめんね、もうね、配信できる時間がね終わっちゃうからね。配信もうちょっとで終わっちゃいます。あと2分かな、2分くらいね。はい、ということでね、皆さんね、メルカリで売って、売りません。はい、そうですね、夜遅い時間までね、見に来てくださってありがとうございました。ショールーム、インスタグラム755、ツイッター、ぜひいいね、コメント、フォローお願いします。待ってます。いや、それじゃ本当にね、なんかきっとね、皆さん明日お仕事とかねあったりすると思うのに、見に来てくださってありがとうございました。それでは、はい、ちょっとね、配信切れるまで配信は続けたいと思います。ね、いて、起きてちゃった。皆さんもね、なんか明日お仕事ある方は頑張ってください。ない方はもうね、日々の疲れを存分に癒して、もう寝る、食べる、健康にいきましょう。明日夜配信できそう？ちょっとわかんないです。そう、レッスン自体はね結構早めに終わるんですけど、はい、またできそうだったら、まあ、時間はね755でお知らせするんで、ぜひ来てください。あと30秒くらいで切れる。明日の配信はだからちょっと分かんないんでね、夜できたらするですけど、はい、ちょっと毎日配信やってるわけではないので、まあなるべくねするようにはしてるんですけど、はい、やってたらね、見に来てください。それでは皆さん、おやすみなさい。ゆっくり休んでください。ありがとう、来てくれて、見に来てくれてありがとう。またねー。